壁があったところですね。壁があったところの壁を取り除いて枠をしております、ね、この枠なんですけども、この枠はホームセンターでね購入してきた枠を取り付けております。こんな感じでこういう感じです。そしてね、ここにね鏡をつけていたんですけども、やっぱりね圧迫感がすごいということで鏡を外して流木をね取り付けております。だからこういう感じですね、枠はね、枠こんな感じで枠を取り付けてさせていただいております。はい、今ねこちらの部屋がね完了いたしました。こんな感じですね、状態は。そして、ね、ちょっとね見ていきたいと思います。まあテーブルの方はねこのように並べさせていただいております。そして真ん中にねニトリさんのガラステーブルをね置かせていただいております。こちらもね多分ね多分というかリサイクル店で購入したガラステーブルになりますと。多分ね4000か5000円で買ったと思います。これこのテーブルね多分ね 4,5 千円で買ったんじゃないかなと思っております。そしてこういう感じですね、ちょっとね置物このように置かせていただいて、今ね LED ライトの方をね点灯させていただいておりますけども、これねまたね夜になって電気をね部屋の電気を消せばね非常にね綺麗な状態になるんじゃないかなと思います。そしてこちらですね、左こちらは赤手紙さんの水槽になります。もうこちらはねもう春もねなってるので、こちらの水槽ねもうリセットして立ち上げたところになります。冬眠の方はね順調にねしていただいたみたいで、もう2匹ともね元気な状態でした。今ね多分ねこちらとこちらでね中にね潜っておりますけども、まあ慣れてきたらねこちらの方もね動き回るんじゃないかなと思っております。またねできたら赤手紙さんの動画もね上げていきたいと思います。そしてからこちらです、まあ、こちらこのようにねこれもね昔前にねリサイクル店で購入したガラステープです。多分ねこれ500円で購入したんじゃないかな、税込みで。そしてこちらがね椅子ですね。そしてこちらについとったマッサージ機なんですけども、マッサージ機ね壊れてしまいましたということで、もうマッサージ機捨てて捨てようと思っておりますということでね、もうただのねこの椅子になっておりますけども、まあゆったりとねこの部屋でさせていただこうかなと思っております。そしてこのねマッサージ機のこのマッサージ機に使ってた椅子なんですけども、この椅子もねリサイクル店で購入して多分700円か800円だったんじゃないかなと思います。非常にねお買い得で購入させていただいております。そしてこちらですね、こちらはもうちょっと曇ってしまってますけども、今ねこちら見えるかな、ちょっと曇りの影から覗かせていただいたら、なんとねこちらもね順調く成長しております。コケテラリウムですね、一応ねコケテラリウムさせていただいておりますけども、ちょっとね部屋の方がね湿気が多いのかどうか分かりませんけども、ちょっとね曇ってしまっておりますけども、こういう状態です。そしてこちらはねサボテンですね。そしてこんな感じです。あ、こちらの空気孔もねまたね工夫していきたいと思います。生活しながら何かねちょっと考えていきたいと思います。ということでこちらの部屋こんな感じやね、こういう感じです。ウッドカーペットもね交換してね、こんな感じということでね、これからねこちらの部屋でもねゆっくりとさせていただいて過ごしていこうかなと思っております。まあ一応ねこちら CD、 こちらの CD もリサイクル店で購入しております。こちらのシリクラで買ったかな、1500円ぐらいで購入したんだと思います。こちらのスピーカー、こちらのスピーカーはですね、どこで買ったのかな、あ、メルカリですね。メルカリで2000円で購入させていただきました。ということでね、こちらの部屋もね、このような完了いたしました。ということで、これで全部かな、一応これで全部完了したんじゃないかなと思います。ということでね、またねいろいろな、ね、動画もね上げていくんで、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで一応ね現在ねほとんど大体の部屋の DIY は終わりました。もうこちらの壁もねぶっ壊してね、こちらの部屋もこちらの部屋もあちらの部屋もね全部ね一応ね軽くですけどもね簡単に DIY をさせていただいております。ということでね、今ねざーっと見る限りねかなり変わったんじゃないかなと思っております。結構すごい変わりましたね。前の
このリフォームをする前、ね、DIY をする前の動画を見ていただければわかると思いますけども、すごくね、変わったんじゃないかなと思います。あとは、生活しながらね、ちょろちょろと、変化をね、つけていこうかなと思っていますんで、まあ、その動画もね、また上げたいと思います。ということでね、そうですね、釣りのね、動画もね、また上げていきたいんですけども、まあ、これでね、だいぶ落ち着いたので、釣りもね、いけるんじゃないかなと思います。だから釣り動画もね、またね、上げていきたいと思います。そしてね、いろいろなね、動画もね、もうバンバン上げていきますんで、まあ個人個人ね、好みは違うと思いますけども、まあ自分の好みに応じた、動画見ていただければありがたいと思います。だからね、ゲロッチョンのこのね、チャンネル、まあテレビにしておきましょう。このね、YouTube のテレビはね、いろいろな、ね、チャンネルがあるという感じでね、こんじゃりねえじゃないよね。はい。あるということで、見ていただければありがたいと思います。そして、自分の好みのね、チャンネルだけをね、見ていただければありがたいと思います。ということでね、ほんまにどんどんね、いろいろと上げていこうかなと思ってるんで、まあ、ぐるっとかな見逃す限りはね、もうね、気分もだいぶね、変化しましたね。変わりましたね。部屋がこんなにね、変わるとね、ほんまにあの時のね、リフォームの前のね、また感覚とはね、全然違うので、またいろいろなものをやっていこうかなと思っております。ということでね、またね、いろいろな動画を上げていきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ。